こんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、花龍馬さんに動画を送らせていただきます。まあ、前回はですね、すみません、花龍馬さんのことを言ったわけではないんですよ。まあ、私がこうなんじゃないかなっていうふうに感じてることなんですけどもね、それからね、もう必要に私は恋愛の話に振り向けようとしてますけども、まあ、ある程度のところでね、終わりますんで、もうちょっとお付き合いください。私がね、なぜね、恋愛の話をするかっていうと、恋愛とビジネスが非常に似た要素がたくさんあるからなんですよね。一つはですね、モテようと思うと、やっぱり一定の信頼関係は必要だと思います。あとは、モテようと思わないとモテないですよ。で、そう思わない人がモテるなんていうのは奇跡なんで、相当なイケメンかね、雰囲気良しなんでしょうね。だからモテようと思わないのにモテる人ってのは、それは特別な人なんで、そういう人はね、まあ、ちょっと今回ほっといて、モテようと思ったら、持てるべき要素をたくさん意識して詰め込まないといけない。その一つが年収であり、その一つが礼儀言葉遣いであり、その一つが男の生き様でありってことだと思うんですよ。様々あると思いますけどね。でもどれもこれもないのに、ただ女性にモテようと思うのは、これなかなか難しいでしょうね。だって逆の立場だったら、何もない女性に惚れるかなってことなんですよ。外見も自分の好みじゃないし、年齢も自分の好みじゃないし、中身も自分の好みじゃないし、とりわけ人に好かれるわけじゃないのに、好きになりますかね、そういった女性のこと。残念ながら、自分が誰かを好きになるってことは、何がしかの特徴を求めてのことだと思うんですよ。で、逆にですね、こういう部分がなければ、好感度を上げるってことだと思うんですよね。最近はオリンピックのね、森会長が辞任されましたけども、森会長って昔からね、やっぱりこう、意味不明な、理解されないような言葉を使うことがあるんですよ。長い付き合いの方は多分理解するんでしょうけどね。でも、長い付き合いをしてない人が聞いたら、なんでそんなこと言うのっていうふうにね、ぎょっとするようなことを言うんですよね。まあ、そういう意味で言うと、人を傷つけたりとか誤解させるようなことを言わない人だったら、恋愛してもいいかなっていうふうに感じる人がいると思うんですよ。で、反面ですね。もっとチヤホヤしてくれて、お世辞の一つでも言って笑わせてくれるような人が好きみたいなね、こういう部分があったらいいのにっていうのと、こういう部分がなければいいのにっていうのが同居してるんでしょうね。で、ビジネスもやっぱりこういう恋愛とすごく似ていて、こういう部分があるから気に入らないから買わないってことになったり、まあいろいろあるけど、こういう点があるからちょっとあんたから買おうかみたいになったりね、すると思うんですよ。だからそこにはですね、モテるための努力やテクニックがあって、そしてもう一つ、商売っていうのは売り上げを上げるためにテクニックがあるわけなんですよね。だからどちらとも戦略的にモテないといけないというところあると思います。ただ最初から最後までそういうふうな作戦とか戦略でモテても、これは意味がないと思いますけども、疲れちゃいますよ、お互いにね。そうじゃなくて、素の自分はあっていいんですよ。でも素の自分があって、全部が自分のさらけ出した全てじゃなくて、少しはね、やっぱこう、もっと上に行こうとして、もっと素晴らしい男になろうとして頑張ってる姿、ちょっと偽りの姿かもしれないぐらいに背伸びしてる姿もやっぱ必要だと思うんですよね。だからやっぱモテるっていうのは多分生命力なんですよね。この人と一緒にいたら元気になれるとかね、夢が持てるとか、ワクワクするみたいな、そんなエネルギーに引っ張られていくと思うんですけども、男性に関しては30でそれがモテなかった、40でそれがね、現実化してないっていうのは、やっぱり女性から見て自分の人生を預けるに値しないって思っちゃうと思いますし、まあ結婚までいかなくてもお付き合いするときに、なんで自分がこんな人と付き合ってんのみたいになっちゃったりね、それだけならまだしも、周りの人からあんな人やめときな、きっと騙されてるんだよっていうふうに言われるかどうかはともかく、祝福されていなかったり羨ましがれてなかったら、女性はその男性のことをそんなに大事にしなくなると思うんですよ。もちろん達観された方だったらね、誰が何と言おうと、あなたが好きっていうふうに言ってくれると思いますけども、そこまでできた人を求めるほどね、希望するほど、期待するほど、俺たち男性はそんなに立派なんですかってことなんですよね。やっぱりまだまだ二束三文であり、こんな自分に振り向いてくれる女性がもしいるとしたら、それだけでも大切にしなければならないと思うんですよ。そういう感じでね、やっぱりモテるために手を打たないといけないですし、セールスマンだったら、営業マンだったら、ビジネスマンだったら、売れるために何か手を打たなければならないです。で、モテるためにモテるべき行動をしないとかね、売るために売るべき行動をしない。でも、モテたり売れたりするのは、これは奇跡です。で、これを自分にも当てはまるって思わないで、自分には何かをね、求めようとしたときに、
それなりのエネルギーや意識を傾けなければそれは得れないんだっていうふうなところにやっぱ立ち返る必要があるなと思いますよね。まあ、だからこれが自己否定ですよね。有頂天にならないこととかね、私が良くなっちゃうやつですね。ということで有頂天にならずに30代ごまかしが効きません。20代でなんとかねごまかしていた部分も30代になると圧倒的な差になります。20代の時は差がついたってもほんのちょびっとなんですよ。30代ではこのちょびっとが後編大きくなってますからね。で大きく差がついたことをやっぱりねどれだけごまかしてももう見つかります。それは、儲けてる人、ビジネスがセンスがいい人ならそれなりの行動範囲、それなりの言葉遣いになってくるんですよね、ほとんどがそうだと思います。一部は違ってもね、だからねやっぱりこう女性の見る目を侮るなかれですよね。この女は見る目があるなというふうに評価する自分の目に見る目がないわけですよね。だからもう女性はみんな素晴らしいなと思って一定の敬意を注げてね、尊重心をもとにコミュニケーションしていくことじゃないかなと思いますよね。さすがに40になってありのままの自分を見てくれる人、上っ面じゃないところで勝負かけてくれる人を期待するのはちょっと酷だなと思いますよね。だからなんていうのかな、なんかその人間っていうのはやっぱりね、なんか内側が大事だと思うんですよ。内側がね、中身が、でも中身の一番外側が外見なんですよね。中身が良ければ外見に気を使うようになってくると思うんですよ。人にお見せするものですから、不快がないようにとかね、印象深いようにとか、時には印象が薄いようにとか、相手の好みの自分になろうと思う気持ちっていうのはそんなに変なことではないかなと思います。私たちもできればね、好きになった女の子にはこうあってほしい、ああってほしいとか思うじゃないですか。だから自分の立場を忘れないことかなと思いますよね。30代はごまかしが効かない。オーライ。